大変な出産だった様子の丸山。私の中島、芸能、テインメントワールドチャンネルへようこそ。元サッカー女子日本代表で、タレントの丸山桂里奈さんが3月26日に自身のインスタグラムを更新しました。その更新内容が話題となっている。丸山は2月21日に夫で元サッカー選手の本並健治との間に第一子となる女児を出産したばかりだった。丸山は、おとといの夜から、特に昨日はすごく体調が悪くて、誰にも言ってないんですけど、言ったんですけどね。一時は39度近い熱が出て、一日中点滴で過ごしていました。出産時間の計算を間違えたのなら申し訳ないのですが、丸2日だったので、確実に48時間、破水してから24時間で出産となりました。ほとんどの意識もなく、気持ち悪くて食べられなかったので、体はゼロでした。と、産後の体調不良を綴り、病院での写真も投稿している。この投稿にネット上では、丸2日かけての出産は大変だっただろうな、といったコメントが寄せられている。退院しても休めないと思う、という書き込みがありました。一方で、自撮りできるって言ってたし、体調悪いならしばらくインスタはお休みう、という声も、大丈夫なんじゃね？また日ハイみたいなもんでしょ、という声も、また、すべてを発信してほしくない。痛みや激痛は覚悟しているけど、出産は怖いし不安だから、あまり怖がらせないでほしい。これから出産なのに、怖い、という声も、難産だったような丸山。出産後の体調不良の報道にも心配する声が多く、丁寧な解説に、これから出産を迎える人たちの不安も募ったようです。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。大変お待たせいたしました。